の一つの秘密っていうのかしら。そうですね。でもう一つ、うん、これはこの梅干しの方にも添加物を使っていると思うので、うん、必ずご飯っていうことだけじゃないんですけど、うん、こっちにもこっちにも共通しているものとして、はい、グリシン、うん、はい、それから、まあ、pH 調整剤、はい、こっちを使ってね、あとグリセリン脂肪酸エステルなんていうのがあるんですが、うん、はい、このあたりがよく出てくるものなんですね。でまずグリシンっていうのが両方に出てくるので、はいはい、これが何かっていうと、まあ、アミノ酸の一種なんですが、うん、天然で作ったものもあるけど人工的に、まあ、鉱物とか石油系のものからも作ることができるものらしいんですね。それで、甘いんです、はい、だから甘みを添加するためにも使えるし、それとコーティングするためにも使えるんですね。ツヤを出すということのためにも使えるものなんですね、はい、なのでおにぎりにも使われてますが、うん、例えば焼きうどんだとかスパゲッティとか、はい、それからそういうものでどうかな、水気があまり水気を吸ってしまったりすると伸びたりするじゃないですか、はい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 、そういうもののこう外側をコーティングするような役割を果たしているんですね、はい、で今日実は私はグリシンを持ってきたんです、はい、おへえ、噂の。でこれをしなべてみてもらおうか。はい、実験台ですね。実験台、はい、では、じゃあコーティングされちゃう。そうね、そう、こういうほら本当にお薬みたいな白い粉でしょ、うん、こういうものが、まあ、食品の中に使われてるってことですね、うん、ちょっとじゃあ手を、はい、匂いとかあるんですか。ちょっと嗅いでみてくださっていいですか。これは無害なんですよ一応、まあ、そうですね、はい、はい、毒性がそんなにあるっていうのではない。そんなに添加物はちょっとそんなに持ってなくたり石油系の科学的に合成したものって食べたいですか。そもそも食べたくないっていうことからすると、まあまあまあ、大丈夫大丈夫、まあ、食べてみてください。いや、ほんと大丈夫、いただきます。甘い、うん、甘いですね、うん、砂糖とは違うんですけど、なんか、うん、甘い、うん、でこれがまあ不思議な役割でね、この甘さがね、実は、うん、安いおにぎりを作ろうと思った時に、うん、ものすごく高いお米使ってたら安くならないじゃないですか。そうですね、はい、だけど、だからまず米、安い米欲しいですよね、うんうん、でこれは国産米しようってわざわざ書いてるってことは、うん、国産米じゃないものも使ってる可能性ありますよね。あ、はい、ここにはまず国産米しようってわざわざ書いてる、はい、何も書いてないもの、はい、国産なのって思ったりするじゃないですか。つまり外国からの安い米が使われる可能性がある、うんうん、それから新米、新しいお米ってツヤがあって美味しいじゃないですか、うんうん、でもお米ってずっと保存しとくとやっぱりだんだんまずくなってきますよ ね、うん、そうですね。で日本の場合はお米が余ってしまってるので結構倉庫にいっぱい溜まってるわけです、そういうお米が、はい、でその古いお米だったら安く手に入りますよね、うんうん、だけどまずいじゃないですか、うん、でそういうお米にツヤを出して、うん、甘みを添加してやれば美味しい新米風になるんですね。すごいよく考えましたね。そうそうそう、そういうことなんですよ、うん、なんか安い原材料を美味しくするためにはこういったものを足し算していく必要があるということですね、うん、で今日は持ってこなかったんですが、このグリセリン脂肪酸エステルっていうのは乳化剤といって、うん、水と油ってそもそも混ざり合わないからこうやって油ってずっと浮きっぱなしですよね、はい、でもお米炊くときにこうやって分離してたら困るじゃないですか、はい、やっぱり混ざった状態で炊かないと意味がないですよね、はい、なのでこういうところにこの乳化剤っていうのを入れると分離してしまう水と油がうまく混ざり合うんですね、はい、そのために乳化剤っていうものも入っています。そしてさっきのこの pH 調整剤、これはここに pH 調整剤っていう物質があるわけじゃないんですって。この pH 調整剤がさらにいくつかの物質から作られていて、用途というか何に使うかによって中身は違うらしいんです。でこれはまあ添加物屋さんがそういうこう技術を駆使して何々に向いてるっていうか何々用の pH 調整剤って作るらしいんですね。でこれは一般はなかなか手に入らないので、私はちょっと特別な方からいただいたんですが、これにもいくつかの物質が入っているようなので、ちょっと私アンチョコ見ないと分からないので今見ますが、これもちょっといろんなところにこの pH 調整剤って使われているので、ぜひ舐めてみてください。大丈夫ですか。これはだいぶサラサラですね。いっちゃっていいですかこれ。どうぞ。ちょっと飲んで飲んで、ちょっと行きましょう。実験台ね、実験台、
何も味しなくなったんですか。ちょっと酸っぱい、うん、あ、うん、ちょっと酸っぱい、あとこっち来た、うん、で、このペア調整剤は、うん、酢酸ナトリウム、クエン酸酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、琥珀酸2ナトリウム、二酸化ケイ素というようなものが含まれてるっていうか、うん、入ってるんですって。なんかヤバそうじゃん。よくわかんない、ね、とりあえずヤバそうじゃん。理科室にあるのかも。だからこの辺のものが何用かによって、うん、多分こう配合が違ったり、うん、入ってくる物質が違ったりするらしいんですけど、うん、まあ、こういうことなんですね。だから pH 調整剤って書いてあると、うん、1種類のものによするけれども、うん、実は複数の物質ものだっていうことなんです。でこれが保存料を使わなくてもある程度こう商品の保存性を保つことができるもの、こういったお家でおにぎり作るときには絶対使わないものを、うんね、たくさん使うことによって大量に日持ちのいいものが出来上がる、うん、なるほど。で、私の講演会を聞きに来てくれたママたちがコンビニずっとお家で保存しておいたら、うん、2週間3週間経ってもカビないっていうのを見せてもらいました、うんうん、それだけ、まあ、保存性を保っているっていうことですね、うんうん、まあね、うん、そうですね、うん、いろいろ入ってますね、もう。で、まあ、うん、一つ一つは一応国が使用基準っていうのを決めているので、うん、はい、まず、使っていいよっていう動物実験などして大丈夫だよっていうものだけを登録しているし、うん、はい、それから、使用基準っていうのが大体、商品何グラムあたりにどれぐらい使っていいよっていう基準も決められているので、うん、はい、まあ、それを守っていれば、うん、別に体に害があるわけじゃないと言われてはいるんです、うん、ただ、うん、さっき言ったようにものすごい数の添加物があって、うん、それぞれをちょっとずついろんなところから体に入れてて、うん、じゃあ王子は生まれてからこの方、はい、食品添加物を何グラム取りましたか、うん、って聞かれて、うん、答えられる人って誰もいないじゃないですか。そうですよね。それと時々、うん、外国では発がん性が疑われるので使用が禁止されましたとか、うんうん、それからラットの実験で発育不全が起きて、うん、もうすでに、うん、禁止されてますみたいなものがあったりするんですね、うん、はい。だからまあ、うん、どんどん取っていいものかと言われたら、うんうん、できるなら、うん、減らしていった方がいいかなと思うわけですよ、うん、で一方、うん、じゃあ保存性を保つものが全然入っていなかったら、うんうん、もうすぐ腐っちゃったりするわけだから、うん、買ったらすぐ食べなきゃいけないし、うん、ちょっとうっかりしてたら、まあ、食中毒につながってしまうとかっていう危険性もあるので、うんうん、食品添加物を全部ノーっていうことは今の生活ではできないですね、うん、私たち恩恵も受けてます。うん、安いものを作ってくれるとか、ね、美味しさが、ね、うん、継続するとか、うん、腐らないとか、うん、だけどこういうものなわけですよ。そうだね、ですよね。考えた時にじゃんじゃん取るのかなって、なんか最近ちょっとさ噂で、はい、人が亡くなるじゃないですか、はい、昔はすぐこう、うん、腐り始めるからすぐ火葬しないといけないんだけど、はい、最近亡くなる人は腐りが時間がかかるらしいんですよ。それ食べてる防腐剤の影響じゃないかっていうよく噂が流れますよ ね、 ですね。私もね、いろんな方からそのこと聞くんですね、うん、私のよりも先輩のこういうことやってらっしゃる方、うん、ただ、はい、実際の実証データみたいなものを見たことがあるわけじゃないので、うん、私もこういう話の中ではそんなことをおっしゃってる方がありますよって言いますけど、うんうん、じゃあ今までとどれぐらい違うのとかっていうところまでは言えないんだけど、まあ差もありなんていう感じはしますよね。まあね、うん、食べてるものがそうだから、ね、当然残ってるじゃ残ってるから、ね、そうですよね、うん、でやっぱり食べるものって一定程度ほっといたらカビたり腐ったりするじゃないですか、うん、空気に触れたり熱があったりすれば、うん、菌はいっぱいあるわけだから、うん、だけどそれが2週間経っても全くカビないっていうことがどうなんですかね、うん、っていうのは、まあ、一人一人に考えていただきたいだけど、まあ、不自然ではありますよね。そうですね、うん、だから命をいただいている、そもそも食品ってみんな命だって考えたらば、それを、まあ、薬で引っ張ってるっていうふうにも言えるわけで、まあ、ね、まあゼロにはできないけれども、もし選べるのであれば、うん、なるべく少ないものを選びたいと私は思います。そうですね、ただ本当に無添加なんててね、うん、逆に添加物一切使ってないものの方がいいというふうになった場合には、うん、その責任は買った人間が負わないといけないですね。やっぱちゃんと食べるとか、ね、計画的に使用するとかしないと、うん、うん、
そういうことをしなくていいようにしてくれてるんです、うん、だから楽してるわけです。まあね、そうですね、うん、確かに、うんうん、ちょっとその食べる側責任をもうちょっと増やした方がいいかもしれないですね。なんかね、そんな気しますよね。その買ったけど忘れちゃったから腐らしましたっていうのは、うん、それはお前が悪いんだって話だから、うん、その毎日食べる分で買えばいいじゃないかっていうところですもんね、言ったら無駄がなくなりそうですよね、うん、そうですね、うんうん、まあだから無駄を出さないように逆にゆっくり食べても大丈夫だよっていう安心感を与えてはくれているけれども、うん、まあどうなんでしょうね、消費者としてはもうちょっと考えて、うんうん、できればなるべくこう、そうね、科学的なものは使わない。あと俺この色素は本当やめてほしいなと思ってる。よく俺はみんな紅生姜を楽しそうに食べてるなと思って。ああ、確かに。あんなまったかりしなくていいじゃんみたいな。ね、必要ないですよね、別にね。うん、そうでね、うん、誰もね、私たち消費者ってこれにこんな真っ赤な色つけたいですかって聞かれたわけじゃないですよね。うん、そうですね。そうですね。うん、でね、あの実はまた機会があったら持ってきたいと思いますが、うん、その合成着色料じゃなくて天然着色料っていうのがあるわけですよ。うん、さっき言ったように、はい、お野菜だったりとか、うん、木の実からとかね。うんうんうん、じゃあ例えば着色料を使うとして、うん、合成着色料っていうのは石油だったり鉱物から取ったものと、はい、天然の着色料色素と、うんうん、どっちがいい？まあ、天然のがなんとなく、ね、うん、体に優しそうですね、うん、はい、だけど天然って言ってもいろんな種類があるんです、はい、例えばコチニールっていう色素があるんですけど、はいはい、これはサボテンに寄生する貝殻虫、はい、え何それ乾燥させて作ったものですってとか、はい、蚕の糞を使って緑色にするとか、だってこれ両方天然じゃないですか。そうそうっすけどね、っていうことになるわけです。なぜなら、はい、着色料にそんなにお金かけてられませんから。まあそうか、あそうか、だからなるべく、まあ、天然であろうともなるべく安いものがいいわけじゃないですか、はい、うん、そうするとね、やっぱりさっきおっしゃった通りで、そもそも体にちょっとしか使わないものだから、はい、体にいいのか悪いのか毒なのかという問題以前に、はい、この食品にこんな色ついてなきゃいけないの、うん、ということを考えなきゃいけないじゃないかと思うんですね。そうですよね、うん、こんなわざわざ真っ赤にしてくれなくていいですと。その通りですよ本当に普通にね、うん、体によくて美味しければいいですよね。ねえ、うん、なんかわざわざあんなに真っ赤に必ずしも紅生姜とは言いませんけども、うん、赤色軟膏っていうものの中には、うん、外国ではもう使用禁止されているものもあるんですね、うん、日本では使ってるけど、で考えると、うん、どうなんでしょう、うん、見た目綺麗とか、うん、やたら日持ちがするとか、あまりいい原材料じゃなくても美味しそうに見せるとか、うん、実際美味しくするとか、うん、そういうようなまあ科学技術の粋みたいな、うん、あるものですよね。それを食品として食べることについてどう思うかっていうのは考えてほしいなと思います。もっと衝撃的なあの添加物もあるので、はい、これはね、僕ちょっとあの聞きたかったことがあったんですけど、はいはいはい、成長促進剤とかともあるじゃないですか、ああいうのホルモン、そう、あの、うん、いわゆる肉とかに、うんうんうん、あれも人間に効いてるって話がたまに聞くんですけど、聞きますけどね、あれは何ですか、何ですか、例えば牛に早く育てるために成長ホルモンを投与して、はい、その肉を食べたら、男の子の胸が膨らんできたとかいうような説っていうのは昔からあるんですよ。ちょっと私そこまではちょっと分からないですけどね、実際にテレビでこれは言ってることなんです。あのこれはでも格闘技の話で、うん、あのオランダがすごいんですよね、うん、そういうのって、うん、あのオランダって干拓地だから、うん、土地が痩せてるから、うん、もうそうやらないと育たない、何も食物も肉も何もかも、うん、だからもう諦めて、うん、もうある種諦めろ、うん、その代わり、うん、あの薬品とか、うん、あのそういう促進剤もあるから、うん、それでもいいよねっていう国になってるんです、うん、一応の方針として。 なるほど。なのである年代の男性から身長がガーンと伸びたんですよでその1年とか2年じゃないですか、5年とか10年の平均身長、はい、男性の成人平均年収、はい、あの身長が1メートル90までいったんですって。マジっすか。でそれ周りの国はそうでもない、だから人種も一緒だし食べてるものの種類ね、種類は変わらないはずのに、はい、身長がそんな伸びるのおかしいってことになって、はい、それしか考えられないよねっていう話になって、それだけ成長促進するわけだから、
同じ生物で影響がないとは思えないですよ ね、 だって平均1メートル90っておかしいですよね。おかしいよね。これね、それで、うん、あの格闘技の話だったんで、その番組ね、はい、格闘界としては、はい、有利だから、はい、オランダ格闘王国なんで、ね、今ね。ああそっか。そうですよね。やっぱりそれが影響出すぎて体に悪いかもしれないから、ちょっとセーブしたらやっぱ身長縮んだんだって、平均身長。完全にそうですよ。完全にそれがこの番組の中で笑い話というか、そういう話になって、で俺もそれが本当かどうかいろいろネットで調べたら、そういう話がどうやら本当だけど確定はしてないみたいな。そうですよね。だから多分そうだろうっていうのは、なんか時々そういう話って出るんだけど、あと副作用的なものがあるのかないのかとかね。そうね、それはだから背が伸びただけでいい部分でもあるけども、それによって例えば早死にするかもしれないし、違う病気が増えるかもしれないけど、まだそこまでの結果は出てないっていう。結局こう食品を摂取して体にどういう害があるかって、あの瞬間的に具合悪くなったりするのはもちろん売らないじゃないですか、うん、そんな危ないものは売らないですよ ね、うんうん、そうですよね。だけど一番問題なのが長期摂取したらどうかってことと、 そうね、うん、それを食べて育った人が次の世代、子供を産みました、うん、孫の世代になりましたっていう時にどういう影響が出るかっていうのは、実はそうですね、すごく大変なことですよね。結構だから意外とこういうのも30年40年50年食べて出るか出ないかだから、そのまでに人間死んじゃうからいいじゃんっていう案の人もいるから、それが意外に10年で結果出ちゃったねみたいな時が、そういうなんか嘘つきじゃんみたいな話があるじゃない、うんうんうん、そういう可能性もあるかもしれないみたいな。あとまあ科学もどんどん進歩するので、あのこういうものを作り出す科学もそうだけども、あの新たな危険性をこう実証する科学っていうのも同時に進んでくるので、かつてはいいって言ってたものがやっぱり危ないからないですよっていうこともないとは言えないわけですよね。実際そういう例もあるので、うん、だってあれですもんね、そのちょっとあのテーマ出ましたけど、はい、マーガリンって出た時もバターが体に良くないから、マーガリンっていうものはそのバターの代わりになってしかも体にいいっていう話なんだけど、はい、今は逆になっちゃって、そのトランス脂肪酸っていうものだから、すごい体に悪い代表格みたいになって、あれ結局マーガリンは何だったのみたいな。だからあれはその動物性の脂肪をすごく嫌うっていう風潮がある中で、植物油脂で作ってるからマーガリンがいいっていうようなことだったと思うんですけど、俺は子供の頃多分マーガリンいい、あの時代だよ。今はダメな派になってるけど、まだ売ってますよね。あ、もちろん売ってます。取りすぎなければいい、うん、そうそうそう、本当にこう昔すごくいいって言われてたものが、うん、いろんな理由で新たに分かってきた結果っていうことがあるので、うん、ましてやこう科学的に作られたようなものっていうのについては、まあ、なるべく少なめにとっておくのがいいのではないかなっていうふうに思いますけどね、うん、ぜひお家でご飯炊いておにぎり作ってねって思いますが、はい、うん、じゃあ、はい、続いていきましょうね、はいはいはい、では引き続いて、はい、次のテーマです。次のテーマは、はい、お二人ともスリムでいらっしゃるけれども、はい、カロリー気にしてますか。はい、気にしてます。はい、以前もちょっとお話あったんですけど、おじい昔太ってたんです。太ってました。今より何キロぐらい太ってたんですか。20キロぐらい太ってたじゃないですかね、うん、はい、僕も子供の頃太ってまして、そうですか、はい、なので、全然見えないですね。今も気に分けしてます、カロリーとか食べるもの。例えば、うん、それは、何か外で買う、物を買う、食べ物を買うとき、うんうん、カロリー見るってことですか。見ますね。うん、見ます、はい。あ、そうですか。うん、とかほら、ゼロカロリーとか、うんうんうん、そういうの選んだりとかします、ジュースとかでも。最近多いですよね。多いですね。カロリーゼロみたいな。まあ、ほぼジャンル全部あるみたいですか、ゼロのもの。そうですよね、ありますよね。うんうんうん、じゃあ、カロリーオフとかゼロとか、なんかいろいろ書き方あるでしょ。そうですね、はい、でちょっとそれがあの国には基準があるので、うん、どういう基準になってるかっていうのをスタジオに話しますね、はい、まずカロリーゼロとか、はい、ノンカロリーという場合は、飲料であれば 100ml 中 5kcal 未満だったらかける、うんうん、でどういうことかっていうと、 500ml のペットボトル1本に、うん、はい、まあ1.25g ぐらいの砂糖が入ってても、うん、ゼロってかける、うん、まあ、大した量じゃないんですよ、うん、これってもう本当に小さじ1杯にもならない、はい、本当に本当に少ない量だけれども、はい、ゼロじゃなくても、うん、ゼロなんです。なるほどね、はい、で、まあ、あのこれって別に意図的に入れてるっていうことだけじゃなくて、うん、同じ機械で、うん、
糖分の入ってるようなものを作って、うん、あのごちゃだりもすごく面白いじゃないですか。だから割と飲んだとかゼロだとかって言っても、はい、もう本当にゼロじゃなきゃいけないっていうようなことではないというふうだということだとは思うんですが、はい、全くゼロじゃないということをちょっと覚えておいていただきたいですね、はいはい、それから普通の甘さの飲料、うん、例えばその 500ml の、はい、ペットボトルの飲料でお砂糖で甘みをつけていたり、うん、お砂糖の代わりにブドウ糖、果糖液糖なんていう、うん、シロップみたいなもので甘さをつけてたりっていう場合は、だいたい 500ml であればお砂糖が 50g 分ぐらいのカロリーはあるんです、うんちょっと今日持ってくればよかったんですが、はい、50g って結構ありますよ、砂糖で言ったら。そうですね、うん、袋に入れてこれぐらいはあると思う、うん、そんなあるんですか、うん、それぐらい あのカロリーがあるんです、うん、普通の 500ml、はいはい、でカロリーオフってかけるのは、はい、半分まではいい、かけていいんですよ、うんうんはい、だから割と多いんですよ、多いね、多いですね、だからオフって言われてもカロリーはゼロって、もちろんゼロではないし、うんうん、半分ぐらいは入っているわけだから、うん、カロリーオフだからいいやって言って、うん、ガブガブ飲んだら、うん、倍飲んだら、うん、そうですよね、同じですよね、うん、そのあたりなんです、うんね、オフっていう言葉についフラグと、オフだから大丈夫だって言って飲みすぎて、でもまあまあね、元も子もないそれはちょっとバカすぎるかな僕はぶっちゃけカロリーオフは信用してないです、信用してない、うん、そうですか、うん、大してオフして、まあそれぐらいだろうなと思って、でもなんとなく人って、うん、こうちょっとまあそうなるかもしれないけどね、ありがちだっていうことですよね、うんまあねうん、あと無糖とか糖質ゼロとかっていうふうに書いてあっても、うんうん、まあ多少は、うんまあ、全くゼロではないっていうことなんですね、うん、まあでもこれも気にするほどではもちろんないとは思うんですが、うん、ということです、はい、で、まあ、カロリー面ではそうなんですが、逆に味の面でいくとですね、うんうん、例えば無糖とか、はい、微糖とかって言われたら、うん、味はどんな味を想像しますか。例えばコーヒーで無糖って書いてあったり、うん、微糖って書いてあったら、うん、どんなコーヒーの味だと思う、まあ、甘さ控えめな感じですかね。ですよね、うん、きっとそうだと思うんですね。そうですね、ですよね、うん、でも意外としっかり甘いものだったりするんですね、無糖って書いてある、うん、そうですね。でそれはなぜかというと、うん、まあいろいろ分類上難しい話になるのでそこは飛ばしますが、うんはい、糖類とか糖というような分類にならない甘みを出してくれるものがあるからなんです、うんうん、その、まあ、人工甘味料って言われてますね。出ました、はい、お砂糖さっきのではなくて人工的に作ったような甘味料、はいはい、そうですね。それだとカロリーは確かにあまりないんです、はいうん、なので、うん、こういう無糖だとか何だとかっていうのには使うんだけど甘さはあるんです、うんうん、それからお砂糖じゃないで人工的に作ったのと中間ぐらいの天然甘味料っていう、まあ、もともと植物とかからなんだけど、うん、科学的に抽出して作ったような、はい、あの甘味料っていうのがありますが、うんうん、これについてはカロリーは多少あるんだけれども、うん、お砂糖の100倍も甘みがあるとか、うんはい、お砂糖の50倍も甘みがある同じ量で、うんはい、だとしたらこのくらいの甘みを作るためにお砂糖の半分の量で済むっていうような天然甘味料だと甘いんだけどカロリーが少し少ない、わかります？というように甘味料の中にも種類があって、うん、でその人工甘味料はカロリーは極めてもうゼロかゼロに近いものが多いんです、うん、でなぜだけど甘いで なぜカロリーゼロなのかっていうと、物を口に入れてゼロってことは吸収しないってことですよね、うんうん、だから逆にカロリーオフの、あ、ごめんなさい、カロリーゼロのものを、人工甘味料で甘みをつけたものをたくさん摂取しすぎると下痢をします。よく吸収しないから、ガムで書いてますよね。書いてあります。いつもよりたくさん食べないでください。ガムたくさん食べないで、1日何粒までにしてください。あ、本当に、書いてますよ。そうですか、うん、きっとそういうことなんですよね、うん、あの別な作用が出てきますので、はい、吸収しないからカロリーがないだけであって、まあ、甘みを感じさせようと思えば、うん、便利といえば便利です。そうですね、ただ本当に取りすぎると危ないっていうことも言われているので、うんまあ、上手に付き合った方がいいと思うんです
ですね、うんうん、でちょっと用意してくださったコーヒーがありましたよね。はい、はい、どこ、これはあの、はい、だいぶいろいろ隠さないといけない、そうです、真っ黒ですけど、はいはい、一応コーヒー、はい、でこれは微糖なんですね、微糖、はい、だから、はい、なんとなく甘さがこう、あんまりない、はい、全く甘くないわけじゃないけど、うん、甘みはかなり少ないだろうなと想像できて、うん、でカロリーを見てもらうとすごく低いんですよね。18キロカロリー、100グラムでですので、はい、それで、他のお砂糖を使ってるようなコーヒーだと、はい、うん、どれぐらいカロリーあるんでしたっけ。まあ40キロカロリーぐらいですかね。そうですよね、だから、まあ、半分か半分以下と、ね、いうことですよね、うん、そうすると、まあ、さっき の, あのジャンルでいけばカロリーオフの部類に入るようなものですよね、うんうん、だからカロリー控えめ で,、うん、でまあ、甘みも微糖だから優しい甘みなのかなって感じですね、うんうん、飲んでみます。飲んでみる、どんな甘み、飲んでみますか。はい、はい、これはもう全然人体実験がなんでもないからね。そうですね、普通に躊躇するのさっきの粉みたいなじゃあちょっといただきます。はい、見せなくていいというのこれはダメな方なんだからうん、普通に美味しいですけどね。あのどうですか、割と甘い。そうですね、もう王子の微糖のイメージの範囲ですか、うん、そうですね、うん、これなら微糖って言われても大丈夫、うん、そうですね、全然微糖な感じで、じゃあまあ大体イメージとぴったり、うん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 、でも、まあ、結構でもないけど、うんうん、甘くないわけじゃないわけですよね。そうですね、だけどカロリーが隠しておきます、すごく少ないっていうのは、うん、ごめんなさい、もう一つその、原材料と読んでもらっていいですか。はいはいはい、原材料、はい、全白って読みますか、牛乳、コーヒー、うん、砂糖、うん、全粉乳、うん、脱脂粉乳、うん、カゼイン、NA、自分の名前入ってますね、はい、乳化剤、香料、うん、で甘味料、カッコして、アセスルファム系です、うんうんうん、はい、まず、うん、これ牛乳、私ちょっと色が見えませんが、うん、牛乳入ってるんだから結構色は薄いめの色なんですよね。そうですね、はい、ミルクの入ったコーヒーの色ですね。で牛乳だけじゃなくて結構だし粉乳入れたりいろんな種類の乳を入れていて、うん、でカゼインナトリウムが入ってるって。カゼイン、はい、カゼインですね、ですね、カゼインナトリウムっていうのは、うん、乳製品を使わないで乳製品っぽくするときによく使うですね、まあ、一種のタンパク質ではあるんですけど、タンパク質なんですか、はいはいはい、なんかわざわざそういうものを入れてるんだって、うん、まあ、美味しくするために入れてるのかもしれませんが、うん、わあそんなにいろんなもの入ってるのねってちょっとびっくりしてます、うん、そしてその甘味料、はい、それが人工甘味料です ね、うん、そうですね、なので、そこそこ甘み、いい甘みがあるんだけども、はい、カロリーが抑えられている、うん、だから砂糖も入ってます ね、 そうですね、だからお砂糖のカロリーは一定程度あるんだけれども、 そ、ね、はい、その、人工甘味料で補っていて、うん、その補うことによって甘みは担保されるけれども、うん、カロリーは低いっていう、うん、そういうことだと思うんですよ、うん、だからこれなんかすごくいろいろ工夫されている、きっと、うん、メーカーが工夫して作っているいろんなものが入っているものですが、もっとスリムなもので、うん、単純に、まあ、コーヒーと、うん、ブラックなんだけれども、うんうん、無糖で甘くないなと思って飲んだら甘かったっていう例があるんです、うん、そうなんですか。それを裏見ると砂糖は使ってないけど、やっぱり人工甘味料を使っているから結構甘くて、でそれで無糖って書いちゃってるわけです、うんうんうん、そうすると無糖って書いてあると甘くないって想像しますよね、うん、そうですね、なんとなく、うん、だけど飲んで甘かったからびっくりしたっていう人がいて、よく後ろを見たら、これはその糖類を使っていないけれども、うん、人工甘味料を使っているから甘いんだと、うん、ただカロリーは低いというように、その甘みとカロリーとの関係が読み解くのが結構難しいっていうところがあるんですよ、そうですね、あの缶コーヒーが砂糖がバカバカ入ってて健康に悪いって一時になって、うん、そうですね、そっからですよね、うんうんうん、でまあ、砂糖が悪いってことはまず虫歯のことも心配だし、はい、カロリーも取るしっていうので、あの缶コーヒーの量が、その入ってる量が半端じゃないっていう話で、うんうん、でね、あの角砂糖と何個も入ってるみたいな、すごく甘いっていうね、うんうん、でそれを解消するために、うん、あの例えば、キシリトールなんてよく虫歯にならないとか言うじゃないですか、はい、まあ、吸収しないですからね、うん、あのそうなんですが、はい、あのそういう意味ではご飯にたまらないとか、うん、それからカロリーが低いとかっていうことで、はい、あのよく使われています、うん、まあ、から便利って言ったらいいのかしらね、ちょっと何とも言えないですが、ただ取りすぎないでくださいっていう、ああやっぱそうですか、そうですね、まあ取りすぎてる派ですよ、ぶっちゃけると。僕は大体1日1本、2本ぐらいは飲んでますね、微糖を、微糖、はい、難
難しいですね、でもね、うん、まあ、どういうふうに考えるのがいいのかね、うん、ですよね、難しい、そのね、そのノーマルな砂糖入りの福田糖が何個も入ってるのを取るか、うん、そうね、こういうのを取るか、うね、もう飲まないかねえ、難しいな、まあ、試行品だからね、それ飲まないと死ぬわけでもないから、うん、そうね、ゼロにしろってわけでも、まあ、できるとはできるんだけど、うん、